スペクトさん書きまーす。行きまーす。プロスペクト。選抜おめでとう。今回もオンラインイベントがあって嬉しいです。ありがとう。イエーイ、ありがとうプロスペクト。会おうね。また。また話そうね。え、これで合ってるね。これでやり方合ってるよね。はい、1番目でしたプロスペクト、ありがとう。オンラインイベントで会いましょう。で、ありがとうございます。いるかな、だってね、まだ来てないかな、もしかして。まあまあ、あの、先生、あれですね、プロスペクトさん、あ、プロスペクト、プロスペクトかぶり。じゃあ次、ニータさん、選抜入りおめでとう。そして来週のチームメイトの休止コンサートでも寂しい気持ちもあるけど、長らくチームメイトの応援できてとても嬉しかった。ニコリ、最後までチームメイトの応援楽しむようだって。楽しんでね、ニータ。ニータありがとう。最後まで楽しんでね、ニッコリ。コンサート楽しみにしててね。ありがとう、ありがとうございます。すごい、めっちゃ被ってるの、面白い。じゃあ次行きます。ていちゃん、えりちゃんこんばんは。25歳最後のお仕事、えりえりを。25歳の1年頑張って働いてたえりちゃんに感謝です。本当にお疲れ様。明日から楽しい1歳ですね。たくさん夢を叶える1年でありますように。お誕生日おめでとう。ずっとずっと大好きです。ありがとう、ていちゃん。ね、今日で25歳最後なので、そう、今日は家に帰ったらお母さんとケーキ食べます。はい、ということで、あ、ティーちゃんありがとう。イエーイ。あれ、さっきのニータのやつ見せてない、ごめんね。あ、見せてなかった、ごめんなさい。てか一個一個完成したら見せなきゃいけないんですか。すいません。ニータありがとう。書いたよ、ありがとうございます。じゃあ次いきます。安高さん、いつも応援してます。 SNS やショーなどいろいろと面白いので楽しみにしてます。これからも頑張ってください。ありがとう、安高。まあちょっと前5月になったらショールームちょっとあの配信しないとなるので、もさ、そう、まあ、違うところで新しいことやりたいなと思ってるからやめるので、ぜひ楽しみにしててください。安高さんありがとう。イエーイ。ダブル安高。あ、次、じゃあ行きます。奈良ちゃん、お代理のサンドバッグになりたいから、ストレス溜まったら私に発散してね。だからいろいろ抱え込まないでね。ありがとう奈良ちゃん。ありがとう。奈良ちゃん、私のサンドバッグになってくれるみたいで、いっぱい使いたいと思います。ありがとう奈良ちゃん。イエーイ。ありがとうね。はい。奈良ちゃんです。奈良ちゃんかぶり。行きます。竹彦、次は竹彦。明日の卒業生たちお疲れ様でした。本編もライブもとてもいい時間でした。5月7日目横浜参加します。久しぶりだからよろしくね、だって。え、久しぶりなの、竹彦さん。イエイ、ありがとうね。明日の卒業生たちね、1週間ぐらい前まで舞台やってたとか信じられないんですけどね。ありがとうございます、見に来てくれて。また5月7日楽しみにしてます。バイバイ。はい、ありがとうございます。では続いて西野圭吾、西野圭吾。イエイ。じゃあ卒行きました。桜色トークショーで聞けたけど、また聞きたいのでまた聞かせてください。愛してるよ、だって。お、よかった。桜色舞台のオリジナル曲なので。そう、で桜色は舞台のなんか DVD ね、買ったら私の CD がついてくるみたいなので、ぜひまたたくさん聴いてください。ありがとう西野圭吾。続いてロボ、どうしても君が好きだ。選抜おめでとうございます。蔵のおだりなるみが新宮選抜に入ること、毎回めちゃくちゃ新鮮に喜んでいます。蔵のおだりなるみ最強だって。ありがとうロボ、ありがとう。すごい、いつも蔵のお代理なるに言ってくれてありがとうございます。どうもありがとう。
これからも蔵のお代理になるにはよろしくお願いします。イエーイ。 K-POP 教えてね。じゃあ次、ソニー、エリちゃん大好きだよ。最近はたくさん仕事があるみたいだけど、健康に気をつけてね。月末のコンサートが素晴らしいものになりますように。オンライン話し会も楽しみにしています。いつも応援しているようだって、ありがとう。ソニーありがとう。ソニーはね、住む国は違えどずっと私を愛してくれててありがとうございます。ソニーまた会いたい。またあのオンラインとかで話そうね。ありがとう。イエーイ。じゃあ次、モダッチ。私モダッチって私かな。モダッチ。ネットサイン会は2回目の参加になります。漢字は違いますが、漢字は違いますが、名字が同じで昔からすごく親近感がありました。かけながら応援していましたが、これからも応援していました。おお、嬉しい、ありがとう。じゃあ、信長なんだね。信長の方の織田なんだ。ありがとう。名字一緒だけど、またかけながら、これからもかけながら、出てきてもいいですけれども、これからも応援してくださったら嬉しいです。おだっちありがとう。イエーイ。じゃあ続いて、アスカ。今作も出発おめでとう。毎日思いますが、本当にエリナ大好きですよ。過去ヨーヨーがちっちゃい。これからもずっと一番好きです。テレだって。おありがとう。一番好きでいてくれてありがとうございますね。ずっと見せてくれてありがとうございます。アスカ、これからも一番好きでいてもらえるようにエリエリオで頑張ります。ありがとう。アスカ大事にしてね。じゃあ続いて、高校です。いいなしか。じゃあ続いて、高校。久しぶり、オンラインお話し会が少なくなるのは寂しいですが、エリちゃんのことがずっと大好きだよ。きっと日本へ会いに行くようだって。ありがとう、高校。私もさ、高校のところまでさ、行けたらいいけどね。ちょっとね、そういうお仕事があればいいけれどね、高校が会いに来てくれるの待ってますし、私もね、会いに行けるように頑張って、これからも頑張りたいと思います。ありがとう、高校。じゃあ続いて、田本誠さん。毎日元気もらっています。エリちゃんを見てると笑顔になれるよ。いつもありがとう。素敵な誕生日を迎えてね。だってありがとう、田本さん。ありがとう、素敵な誕生日迎えるね。誕生日迎える時もさ、配信するからまた告知するね。ありがとう、田本誠さん。イエーイ。チームエイトのサインが消えただって。チームエイトのサインだよこれ。エイトって書いてあります。じゃあ続いて、葵。エリちゃんのことを好きになってから初めて対面お話し会行きます。一番可愛くて一番大好きです。だってありがとう、嬉しい。初めて対面、じゃあ初めて対面、楽しみにしてるね、葵。じゃあ待ってるからね。ありがとう。待ってね。じゃあ次、ひろちゅう。おはみちゅうエリエリオだって。おはみちゅうやばい。ひろちゅうマジでさ、いろんなアイドルが好きだからね。でもいろんなアイドルのとこ行っててもね、ずっと変わらず私のところに来てくれてありがとう、ひろちゅう。これからもいっぱい来てね。イエーイ。すごい、ユニストだからさ、ありがとうとかってそのリアルタイムで書いてるからさ、書いた人とかがコメント欄に出現するとおもろい。うん。続いて、セイカです。エリナちゃんのこと大好きだし愛してます。だってやったー、嬉しい。やったー、セイカー、ありがとう。確かになんか文字通り、あ、そう思ってるよねっていう、あの自信あります、自信ありますっていうか、そう思ってるの分かってますので、ありがとうございます。大事にしてね、セイカ、ありがとう。続いて、勇気。勇気コメントない。どの勇気？
との勇気かな。勇気って勇気って書いてあるけどコメントない。どうしよう、斉藤勇気とか絶対どうしよう。ハンカチ欲しい。ありがとう、ありがとね勇気。どの勇気だ勇気コメントなし。でもありがとね勇気、これからもよろしくね。ありがとうございます。じゃあ次、米粒。初めてのリアルお話し会、めちゃめちゃ緊張してるんですけど、2月以来のお話し会で話したいことたくさんあるし、直接会えるのが楽しみすぎて毎日5食しか喉を通りません。タイヨロですだって。毎日5食しか喉通りませんって突っ込んでほしいと思うんだよね。これ多分これ書いた時に、あ、突っ込んでほしいと思って書いたと思うんだよね。でもズルしますね。対面タイヨロです。本当にお話し会めちゃめちゃ緊張してるんだ。でも大丈夫です。ありがとう、待ってるよ米粒。ありがとう。じゃあ続いて、里のり3作連続の選抜おめでとう、本当に嬉しいです。これからも応援し続けますのでお題らしく活用してください。どんな時も応援しますだって。ありがとうありがとう、本当に嬉しいですって言ってくれて本当に嬉しいよ、こっちも。ありがとう。じゃあこれ里のりにお届けするので、これからも応援してもらえるように頑張るね。ありがとう里のり。すごい、おもんなコメント失礼しましたって言って、いやおもろかったよ、おもろかったから悔しくてちょっと突っ込まなかったんですよ。じゃあ続いて高博、選抜入りおめでとうとして1日早いけど26歳の誕生日おめでとう。今回のシングルから握手会ではないけど現場でお代理とのお話し会復活だね。オンラインは何度も撮ってるけど5月6日初めてお代理と対面楽しみだだってイエーイ、楽しみだ。現場でのお話し会復活、シングル何度もで5月6日お代理と対面、初めてお代理と対面、やばい。5月6日よろしくね。5月6日高博ありがとね。多分メグさん、おめぐ魂書いてある。ありがとうメグさんと私のこと、これからもよろしくね。ありがとう。次ケッケマ、次はケッケマです。いつも楽しませてくれてありがとう。もはや僕の日常に君が、中に君がいます。どういうことだって。え、本当どういうこと。おもろい、爆笑。ケケマありがとう、昔からありがとう。結構子さんだよね。私が高校生ぐらいの時からね見守ってくれてるから、これからもね一緒に健康に無事に年を取っていきましょう。ありがとうケケマ。じゃあ続いて美穂、ちょっとフライング気味だけどもうすぐ1月25日エリちゃんの誕生日おめでとう。25歳のエリちゃんから抱えきれないほどの幸せをたくさんいただきました。タイで会えたこと、話ができたこと、一緒の思い出になってありがとうだって。ありがとう、タイでね来てくれてありがとうね。本当に美穂、美穂さんいたからね、すごい、あ、タイも頑張れたって思ったよ。ありがとう、ありがとう、誕生日もお祝いしてくれて、明日もねぜひお祝いしてね。みほありがとう、イエーイ。じゃあ続いてやなみ、やなみ少し早いけど誕生日おめでとう、生まれてきてくれてありがとう。エリちゃんの配信や活躍が自分の活力です。エリちゃんのぼーっとしくじがいてる時の顔が一番好きかも。コンサート楽しみにしてるね。お話し会ももちろんずっと大好きだね。ありがとう。ぼーっとしてさ口開いてんのさ、昔さそれやってたらさおもろいかなと思ってずっとやってたらめちゃ癖になっちゃって、もう何年もそれになっちゃうらしい。それが癖になっちゃった本当に。あ、やばいやばいぶっ飛んだ、動いた、ぶっ飛んだ、ぶっ飛んだ、でも拾った。ありがとうやなみ、ごめんねちょっと一回床に落としたけど、あの大丈夫です、はい、汚れてないんで。ありがとう落とすなってきた、え、ごめん落としちゃった、ごめんね。手がさ、あの手がさカサカサすぎてちょっとごめんね。逆に貴重だって、優しい、よかった。じゃあ次翔太、今回も選抜入りおめでとう。初動エリナは一つ結びだしビジュアルが良きでした。いつも忙しくて誰だか立ち向き気をつけて、これからも応援してます。お代理しか勝たんだって。ありがとう、
さ、一つ結び、え、このさ、リンスタのこれも一つ結びだよ。いける。ビジュアルよくでした、ありがとう。じゃあということでね、はい、翔太もありがとう。これからもお題にしか勝たんでよろしくね。ありがとう。イエーイ、ラビアンローズ、イエーイ、ありがとうございます。じゃあ続いてティーアナ、ティーアナ書きますね。おだいりな、おだいりな、今日も一番かわいいな、だっていや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 、本当ですか、マジで。 Hey, love you だって、やばい、ウケる。ありがとう、ティーアナすごい、ティーアナね、懐かしい、懐かしいじゃなくて、結構昔からいるもんね、ずっとね、なんだかんだ来てくれてて、ありがとね、本当にティーアナ、ありがとう。イエーイ、今日も一番可愛いですか、ティーアナ。コメント欄で待ってるね、お返事。ありがとう、ティーアナ。続いてバスター、バースター、バスター、3作連続おめでとう。選抜としてキラキラ輝いている姿見れて嬉しいです。日々頑張ってるされて、いいじゃん、思ってる以上に日々元気や活力刺激もらってるよ。ありったりかもしれないけど、初めてできて自慢の推しです、まあ、ありがとう、これからもよろしくって、イエーイ。そう、自慢の推し、初めてできた推しらしいよ。嬉しい、バスター、私が、そう、私をこれからもしてくれるように一生懸命頑張ります。バスターありがとう、いつも北海道、私もまた行きたい、北海道、ありがとう、バスター。じゃあ続いていきます、あやかん、あやかん 61ST、 これなんて読むんだろう、この ST ってやつ、 61ST シングル、ストップ、これ英語かな、まあ、いっか。61枚目のシングル発売おめでとう。デリちゃん25歳の1年もたくさん救ってくれてありがとう。まだまだお仕事も頑張ろうと思います。これからもずっとよろしくね、ラブって、ね、ありがとう、あやかん。神あやかんね、ずっとね、私のことを応援してくれてありがとう。まだまだお仕事も頑張ろうと思いました、って頑張って、あやかん。私も頑張るから一緒に頑張っていこうね、あやかん、いつもありがとう、これ大事にしてね。じゃあ続いてくまティーいきます。これからも心の中の遮断機をくぐって会いに行くと出禁になるから、ちゃんと上がるのを待ってから好きと、好きを捨てられるファンでいたい。選抜と誕生日おめでとう。心の中の遮断機をくぐって会いに行くと出禁になるから、ちゃんと上がるのを待ってから会いに行きたい。あーなるほどすごい、そうかなるほどね、そっか、いいね、クマティありがとう。これからもちゃんと遮断機が上がるのを待ってから私に会いに来てください。クマティありがとう、クマティイエーイ、いつもありがとう。エリエリオーだって、イエーイ、エリエリオー、じゃあ続いてなおなお、選抜おめでとうございます。すごく嬉しかった、エリちゃんの歌声にいつも元気や勇気をもらっています。魅力ですが、これからも全力で応援させてください。そしてお誕生日おめでとうございます、ありがとう、なおなお、ありがとう、いつもね、ね、いつもたくさんさ、ね、話してくれて、そう、なんかね、いつも人見知りですけれども、そう、2人でね、オンライン話し会とかで話すときはね、いっぱい話してくれて、お見送りでもね、目を合わせようと頑張ってくれて、でこれからもね、たくさん距離を縮めていけたらいいなって思います。なおなお、いつもありがとう、イエーイ、これからもよろしくね。じゃあ続いて、こゆみちゃん、こゆみちゃん、お代理は休みの日何していますか、わら、笑ってる。アス卒舞台めちゃめちゃ感動しました。はなちゃんの歌とても良かったです、最高です。エリ、お代理の歌の力すごいです。仕事帰りに来ましたが疲れ吹き飛びました。これからもたくさん歌聞かせてください、ありがとう。こよみちゃん、私休みの日はね、
寝てるかな舞台ね、よかった、見に来てくれてありがとう、忙しいのに。仕事帰りに来ました。だって疲れてきとんだ。あの会場の椅子結構やばかったよね。でもありがとう、それならよかった、疲れに来とんで。ブレミちゃん、お仕事頑張ってね。ありがとう、いつも、これからもよろしく。ありがとうございます。次、ゆうと。舞台お疲れ様、たくさん見に行けてとても充実した日々でした。そして3作連続の選抜入りおめでとうございます。めちゃくちゃ好きな曲で早くライブで見たいなってワクワクしてる。久しぶりに直接会ってのお話し会も楽しみ。今作もよろしくお願いします。だって、やえい、よろしくお願いします。ゆうと、嬉しいね、舞台たくさん見に来てくれてありがとうね。ちゃんと内容分かったかな分かりました。ぜひライブもね、楽しみにしてくださいね。ひんやりもよろしくお願いします。ゆうと、バイバーイ。バイバーイじゃないか、ありがとう。じゃあ続いていきます。まあ3作連続選抜入りおめでとう。こうしてまたジャケシャエリちゃん写真が増えて嬉しい限り。舞台アソソツもお疲れ様、劇場でエリちゃんの歌声聞けて最高な時間過ぎた。これからもずっと応援してるよ。だってありがとう、これからもずっと応援してね。ね、なんかお仕事忙しいのに舞台とかも来てくれてありがとう。まあ、ジャケシャ、これね、ジャケシャにして変えてくださいね。まあいつもありがとう、大事にしてね。まあエリちゃんありがとう、だってありがとう、こちらこそ。じゃあ続いて、オンオン、オンオン、これは私が名付けたんだ。3作連続の選抜おめでとうございます。いつもお話し会たくさん笑わせてくれたり、公演とかで最高のパフォーマンスを見せてくれたり、この前の舞台もほんまに良かったし、エリちゃんのおかげで楽しい思い出がたくさんできて、しかし元気もらってます。いつもありがとう、だって、ありがとうお話し会とかね、いっぱい来てくれてありがとう、本当に。オンオン、いつもなんかスニーカー見せてくれてありがとうね、オンオン、これからもよろしくね。嬉しい、元気これからも与えられるように頑張るね。ありがとう、オンオン。じゃあ続いて、コルチェ。3作連続の選抜おめでとうございます。どうしてもいつだってどこにいても誰よりもエリナが好きだ。うおー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 です。やっぱりお題はノーダイビノーダイビでした。微弱電波応援しかできないけど、玉砕粉身ちょっと自毛身で応援してますです。おーおーおー、すごいすごい、どういうことありがとう、どうしてもエリナが好きだ、ノーダイビノーダイビ、おーありがとう。すごい、なんか勢いすごい、コメントのありがとう、コルチェ。これからもね、たくさん面白いことして私を笑わせてみてくださいありがとう、コルチェ。でも本当いつも面白いよ、ありがとう。イエーイ。じゃあ続いて、みさきちゃん。エリナちゃん、3作連続選抜入りおめでとうございます。また選抜、そして歌が番組のことでキラキラ輝くエリナちゃんを見れることが嬉しくて、とっても幸せです。キラキラアイドル61枚目期間もよろしくね。改めておめでとう。ラブって書いてある。ありがとう、みさきちゃん。嬉しい。みさきちゃん。嬉しい。なんかさ、すごい。私の、そう、私の、そう、なんかすごい、なんか純粋にいつも応援してくれててさ、いつも本当にね、お話し会とかでもすごい丁寧に気持ちをとか伝えてきてくれて本当に嬉しい、みさきちゃん、ありがとう。ね、今日の服とか、みさきちゃん着てそうじゃない、なんか、うさぎオンライン系ありがとう、大事にしてね、みさきちゃん、ありがとう。じゃあ続いて、なかけん。61SD シングル、え、これなんて読んだ、 61SD シングル選抜メンバー入り、改めておめでとう。 AKB48 の新しいスタートの場にエリちゃんが選抜に立っていることは感謝です。え、いいスタートを切るよう応援しています。だってありがとう、中堅。いや、本当にね、もうたくさん、いつもありがとうございます、いつもありがとうございます、丸だって。そう、本当にね、いつもお世話になってます、中堅さんには。またお話し会でさ、あの家見せてね、家あ、家めっちゃ綺麗だから、また家にしてね、ありがとう
じゃあ次犬も見せます。犬も見してね。じゃあ次アンズ。アンズ。エリナちゃん、はじめまして。2月くらいにエリナちゃんにハマって、今回初めてサイン会に応募しました。オンライン話し会も今回初めて参加します。これからエリカツするぞ。だって。怖っ。意外と遠かった。アンズ、ありがとう。嬉しい。え、2月くらいにエリナちゃんにハマってたって。え、めっちゃ最近や。ありがとう。エリカツ、これからエリカツしてね、アンズ。イエーイ。オンライン話し会も今回初めて参加するって。え、じゃあ待ってるね、アンズ。ありがとう。イエーイ、楽しみにしてるね。よろしくね、アンズ。イエーイ。じゃあ続いて、看板や連続選抜おめでとう。語彙力ないし、語とか作文とかめっちゃ苦手なので、気の利いたメッセージかけなくて申し訳ないです。またこれからもよろしくね、だって。お、語彙力ないし、国語とか作文とかめっちゃ苦手なので、気の利いた看板や。ね、これはね、土屋さんでしょ、これ。いいんですよ、いつもね。え、受けるだってほら、そうでしょ。で、なんで偽名使ってんの。そう、でさ、でもさ、いつも本当にありがとう。でもなんだかんださ、やっぱさ、若い子とかいいけど、いつも応援してくれてありがとう。これからもよろしくね。そりゃありがとう。すごい。ありがとうね、本当に。じゃあ続いて、モンタロウ。あ、髪押しですよ、ありがとう。モンタロウ。オラさんは最初にお見かけした時から住んだ人でお礼できるのはるか昔から知っているかのように親近感ありました。どんなに忙しくてもやりにくして尊敬しています。今までファンのために時間を割いてくれてありがとう。そしてお誕生日おめでとう。ありがとう。モンタロウ、ありがとう。モンタロウ、ありがとう。モンタロウ、待って、今までファンのために時間を割いてくれてありがとう。ありがとう、本当に。いや、10年お誕生日明日だけど、ありがとうね、祝ってくれて。モンタロウ、本当なんかいつも真剣にね、なんかいつも言葉選んで私とお話ししてくれて、本当になんか優しいなって思ってるよ。モンタロウもいつも気負わずに楽に生きていってください。ありがとう、モンタロウ。すごい、カホにします。ありがとう。続いて、ひとくまさとる。エリちゃん、3作連続選抜おめでとう。2023年もさまざまな場所でエリちゃんの活躍が見れて嬉しい限りです。忙しいと思うけど、一緒に食べて健康に過ごしてね。ありがとう。ね、ひとくまさとる、いつもさ、お話し会でね、何食べるか決めてって言ってくれるよね。じゃあ今度さ、なんかやばいの、カニとか行ってみるから、絶対カニ食べに行ってね、ひとくまさとる。いつもありがとうね、またお話し会しようね。ありがとう。イエイ。次、シンリー。シンリーさん、え、シンリーもコメントないや。やば、シンリーありがとう。でもコメントないからさ、ね、シンリーありがとう。イエイ。シンリー、シンリー、ありがとう、シンリー。でもね、これ書いたから、届いたらさ、大事にしてね、ぜひぜひ。ありがとう、シンリー、ありがとうね。次、ドイ。ドイ、どうも。真ん中にタイ語が書いてある T シャツを着ていたドイです。またタイで会いたいね。あ、来週のコンサート行きます。タイじゃなくて、まさか日本で会える日が来るなんて、わーい、だって。え、やばい、来んの来んのとか言っちゃった。私このめっちゃ覚えてる。なんかね、全然知らないのにタイに行ったら、あの、おだいりさんのファンです、おだいりのファンですって言われて、誰って思って、その時ちょごめんなんですけど、すごいね。でもなんか昔から私のファンだったみたいな感じで来るのがうまくて、タイでタイで認知したんだけど、すごい。またタイで会いたいね、だって。そう、来週のコンサート行きます、タイじゃなくて、まさか日本で会える日が来るなんて、本当だよ。え、嬉しい、楽しもうね。日本でも会いたいし、会いたいし、タイでもまた会いたい。ロイさん、ロイさんね、だからどんな人なのかちゃんとさ、知るべきだと思った。ありがとう。ね。じゃあ続いて、
のり。エリちゃんこんにちは、ピアリーナ3公演とも見に行くよ。エリちゃんのマフラータオル買ったので持っていくね、だと。ありがとう、のり。のり、ありがとう。マフラータオル私も買ったよ。お揃いですね、ピアリーナ3公演。え、3公演全部出るで、楽しみにしててね。ちょっと活動休止コンサートはちょっと切ないですけれども、楽しい2日間になるように頑張るね。ありがとう、のり。続いて、ホア、3作連続選抜の誕生日おめでとう。1年前お代理サイタル以降現場に行けてないので、25歳のりちゃんに会えずじまいでしたが、月末のチームメイトコン昼公演に行けるので久々の現場楽しみ。最近コメントできないけど舞台も配信も見て朝くらいを知りました、ありがとう。ホア、確かにそうだよね、ホア元気かな、ね、いつも本当に昔から私のことさ見ててくれるからさ、でもこうやってね、あの舞台とかも配信で見てくれてめっちゃ嬉しい。全然コメントとかね、そうコメントできてないけどって言うけど、私はね、ホアのこと忘れないので、全然日常をね健康に過ごしてくれていたら私は嬉しいですって。たまに私のことも見てね、ありがとう、ホア。じゃあ次、ちすみ。ちすみ、3作連続選抜おめでとうございます。やった、頑張ってね、こっちも頑張る。会える日まで指輪を大好きだって、かわいい。ありがとう。ちすみ、ありがとう。いつもありがとう。来たーだって、かわいい。あのさ、ちすみね、いつもえりちゃんありがとう、ジャケ写うつぶしすぎだって、ありがとう。なんかね、いつもさね、お話し会とかでも頑張ってさ日本語さしゃべってくれてさ、そう本当にね愛がすごいよ、ありがとうね。これからもよろしくね、ちすみ。これ届くの待っててね、ありがとう。じゃ続いて、マシオ、これ61ST シングル読めない、なんて読んだっけ、61ST シングル選抜おめでとうございます。今回も朝のジャケット楽しみにしています。いつもありがとうだって、こちらこそありがとうございます。本当にマシオ、マシオいつもね、あの前話し会ではでもなんか来たってなんかすごいなんか独特な雰囲気でね、いつも話してくれてありがとう。マシオ結構昔から私のこと見てくれてるよね。今回も朝のジャケット書いてまで楽しみにしててね、ありがとう。じゃあ次、 AKB 本箱王子。今回もまたお願いします。おだやりさん大好きおじさんです、だってやばい。そう嬉しいよ。でもおだやりってひらがなだからね、おだのおだは漢字、えりはひらがなじゃない、おだやりは全部ひらがな、ニックネーム。ごじったわ、ちょっと待ってよ、わーいわーいだって。ねえ、本格工事ごじっちゃったから書き直す、ちょっと待ってね。ごじ、うん、書けたぜ、イエー、ありがとう。本格工事おだやり大好きおじさんだって。これからもおだやり大好きおじさんでいてね、 AKB 本箱おじ、また話そうね、ありがとう、いつもイエーイ、大事にしてね。 AKB 本箱だけどね。ありがとうってきた。ごめんね。じゃあ続いて、あ、シックスティーファーストって読むの、シックスティーファーストって読むらしい、ありがとう。続いて、みーみーちゃん、みみちゃん、えりちゃんこんばんは。隣のしずっこいのお見送りでえりちゃんポーズ、勇気を振り絞ってやったら満面の笑みで返してくれて好きってなったよ。寿命が1年延びた、また寿命伸ばしてください。えりちゃんのリモートだとラーメン好きな人が本当に大好きです、ありがとう。みみちゃん、よいしょ、みみ、えりちゃんポーズ、勇気振り絞ってやったんだ、かわいい。えりちゃんありがとう、サイン大事にする、本日も10時過ぎます、ライブ全部行くね、だって嬉しい、ありがとうね。楽しいもんね、ライブ見つけるね、頑張って、嬉しい。満面の意味で寿命、これからもね、みみちゃんの寿命を伸ばしていきたいと思うのでよろしくね、ありがとう、みみちゃん、イエーイ。じゃあ続いて、さとみ、さとちゃんです。3曲連続選抜おめでとう、嬉しい。
毎日ショールームも配信してくれてありがとう。エイトを教えて幸せです。コンサートも行くね。これからもエイトのやりたいことを応援していきます。そろそろお話行かないとかな。だって行かないとだよ。待ってるよ。さすがにさとみ行かないとてんてんてんかな。だって来てやよ。いつもありがとう。大好きだって。こっちのセリフですよ。コンサートも待ってますし、お話し会も待ってます。ありがとう、さとちゃん。これからもよろしくね。じゃあ続いてシータ。こんにちは。どんな髪型のエリちゃんも素敵ですが、エリちゃんのロングはドッグライクに好きです。変わらず美味しいものを食べてよく寝てすくすくのびのびと毎日幸せに過ごしてくださるって。シータ、シータ元気かよ。おい、シータ。シータは多分アメリカかイギリスかフランスにいるんだよ。そっち系のところにいて、そう、本番のね、カヌレ食べたんだよね。めっちゃ羨ましいわ、マジで。そう、ありがとう。ね、今ね、ロングだから、ちょっとロングのうちにたくさん見といてね、シータ。元気かよ、おい。ね、じゃあまた話そうね。頑張ってね、海外でも。ありがとうございます。続いて、ヨシカツ。遠くからですけど、今までと変わらずいつも応援しています。今年は何度会えるだろうか。だってね、いっぱい会いたいね、ヨシカツ。遠くからですけど、だって全然もう遠くからいつも応援してくれてありがとう、本当に。今年は何度会えるかな。だってね、でも今年あと7、8ヶ月あるから、ね、たくさん会えたら嬉しいなと思います。遠く私もね、吉川さんのところに行けるように頑張りたいと思います。ありがとう。じゃあ続いてナッツ。ナッツ、お疲れ様です。皆さんの初サイン確保にします。ミークリでは話せてるけど、早く劇場でどうしてのパフォーマンスで打ちのめされたいです。お話会行きます。だってありがとう。ナッツ劇場でね、早く劇場出たい。ぜひぜひナッツ劇場で待ってます。ミーグリでも、ミーグリって坂尾田え、お話し会でもね、ぜひぜひたくさん話しましょうね。じゃあもう待ってるね。ありがとう、ナッツ。あ、アザースだって。初見ってマーク書いてある。嬉しい。このためにさ、登録してくれたのかな、アカウント。それか、いつも他のメンバー見てるけど、私の見るのは初めて。ありがとう、また見に来てね。じゃあ続いて、たかゆっきー。たかゆっきー、これ本名も書いたんだけど、たかゆっきー。明日はお誕生日だね、おめでとうございます。そして3作連続の選抜おめでとう。えりちゃんの夢が実現できるよう魅力ながら応援していきます。目指すはソロデビューだった。ありがとう、たかゆっきー。本名、えりちゃんありがとう、自慢の推しですって。ありがとう、たかゆっきー。これ本のさ、後につけてるのこれ何、間違えてんの。たかゆき、なんか本のつけてる。たかゆき、ありがとう、いつもありがとう。自慢の推しです、ありがとう。こちらこそ、これ届くの待っててね。じゃあ本の、リリーが、私もこんな感じだった。びっくりした。リリーやさんが、ありがとう。はい、名前も書いてだって分かった。え、これも見せちゃう。あ、見せちゃう。あ、ありがとう。あ、そうだよね、ありがとう。これ大事にしてね。謎の配慮しちゃった。ありがとう。じゃあ続いて、中。選抜ありがとうございます。これからの活躍楽しみにしてます。ジャケットのポッキーの顔可愛すぎました。やったやった、嬉しい。ありがとう、ポッキーね、可愛かった、ね、なんか一周回っていいみたいなとこあるよね、タコみたいな、ね、ありがとう、なんかありがとう、これ大事にしてね。ありがとう、おめでとうって、ありがとう。じゃあ続いて、池田裕二。いよいよライブになりましたね。最後が地元横浜なのはお互い嬉しいところなんですが、やっぱり寂しいですね。最後に一言、チームメイトは永久に不滅です。だって、わい、池田、ね、
週間もないかなぐらいだよね。いますよ、ピアーリーナ全部行くよって、ありがとう。ね、もうちょっとだもんね。でもリハもさ、投資リハ始まってさ、もうそろそろだなって思うんだよね。ね、でもね、楽しいコンサートにしましょう。ありがとうね、いつも。いや、ありがとう。じゃあ続いて、チャー。明日そっちとても素敵な舞台でした。字は違いますが、うちの娘の名前も花なので、すごく親近感を覚えて感情移入して演出させていただきました。またピアリーナでお会いするのを楽しみにしています。レッスン頑張ってね、だってありがとう。娘さん花って言うんだね、いい名前だね。ピアリーナもね、待ってるね、いつもレッスン頑張ってね、ありがとう本当に。でもね、もう結構あと通しリハだからね、あんまり、うん、詰めるだけだね。コンサートまであと少しだけど頑張りたいと思いますので、コンサート楽しみにしててね、ありがとう。そしてお休みだって、え、年の年の年のね、えありがとうちゃん。え、年の私0時に26歳なんだけど、早い早いよ、と一緒に迎えようよ。じゃ続いてゆうきちゃん。ゆうきちゃん、3作連続選抜入りおめでとうございます。アーサーの歌声が入っている曲がまた一つ増えて嬉しいですし、ロングエリナちゃん本当に可愛くて好きです。6月の個別お話し会、対面でお話しするのも初めてなので緊張していますが楽しみです。ありがとう。そう、うん、よいしょ、はい、ありがとう。確かに6月の話し会も対面で、そうだよね、対面で話すの初めてか。嬉しい、対面で話したかった。6月あと2ヶ月楽しみにしてるね、ゆうきちゃん、いつもありがとう。イエーイ。じゃあ続いてボマ、25歳最終日頑張ってるって。頑張る、そうだね、頑張る。木曜日ボマ、そうだよ、対面だけど、だってさ、もう25歳、もう26歳になっちゃう明日からね。コメント失礼しました。え、おい、なんで、ありがとうボマ、いつもありがとね、これからもよろしくね。ね、ありがとうボマ、いつも優しくしてくれるのね。じゃ次、ブールー、新曲発売おめでとう、そしてお誕生日おめでとう、エリちゃんにとって素敵な一年になりますように。いつも笑顔で輝いているエリちゃんが大好きですから、気をつけてコンサート頑張ってください。ありがとう、体に気をつけてコンサート頑張る。ね、ありがとう、嬉しい、ルー、かっこいい名前。そう、明日誕生日だけど、こうやってお祝いしてもらえるのはめっちゃ嬉しいですね。ありがとうルー、これからもよろしくね。じゃあ続いて白 G、 白 G、 お誕生日、あ、文字化けしてんのかな、お誕生日&AMP 文字化け選抜おめでとうございます。なんと推し歴9年目にして初お話し会参戦します、よろしくお願いいたします。え、やばい、白 G、 ちょっと待ってね、白いい、ありがとう。推し歴9年目にして初お話し会さん、え、嘘、待って、お話し会参加したことないの、え、嘘、全然あると思ってた。え、ありがとう、本当よろしくお願いいたします。え、こちらこそ、ありがとうね、白地楽しみにしてるね。はい、では続いてハギハギ、またエリちゃんのサイン入りジャケットの CD を購入できることが嬉しいです。ポッキーエリちゃん最高だね、だって、お、やったぜ、ポッキーエリちゃんたくさん見てね、ハギハギ、ポッキーエリちゃんね、ポッキーさ、やっぱ舞台の時に買ったんだけどさ、全部食べなくて、どこ行ったんだろう、バッグの中入ってんのかな。エリちゃんハピバです、ありがとう、明日だけど、ありがとう。じゃあこれ大事にしてね、ハギハギ。じゃあ続いて湘南マン、おでんちゃん、3作連続選抜入りおめでとう、そして1日早いけどお誕生日おめでとう、エイトは一旦休止しちゃうけどお代理にはまだまだ爆心してほしい、俺の最高の推し、これからもずっと応援してるよ、ありがとう。
爆心するね、じゃあ。早けど誕生日おめでとう、ありがとう、俺の最高の推しだって、嬉しい。なんか俺っていうとこカタカナなのが湘南っぽい。ありがとうね湘南マン、これからもずっと応援してくね、ありがとう。じゃあ続いて KK3500、 一日早いですがお誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように、お台場に毎日元気をもらってます、ありがとう。だって、そんな本当にありがとう。いつもこちらこそね、私もね、いつも応援してもらってるからこそ元気になれてるので、これからもよろしくお願いします。いつもありがとう KK3500、 イエーイ。ありがとうだって、イエーイ。次、てつひろ、えりちゃんが連続で選抜選ばれてとても嬉しいです。ありがとう。いつも応援してくれてるからね、こうやってリミスターもできてますし、選抜しかねリミスターできないから、本当にみんなのおかげでいろんな経験ができてるので本当に感謝してます。てつひろ本当にありがとうね、これからもよろしくね。じゃあ続いてハードくんが25歳の誕生日として3作連続での選抜おめでとう。リリース日が翌日なんてさすが持ってますね。私もすでにたくさんご活躍を見せてもらってますが、さらにエリちゃんのやりたいことなど応えられていくよう願っております。体調だけ気をつけて頑張ってね、だってありがとう。マッキーがね、いつも本当にありがとう。私もすでにたくさんご活躍を見せてもらってる、本当に先輩の誕生日おめでとう、ありがとうね、これからもさ頑張るね、やりたいことをもっと叶えられるように頑張っていくね。26歳はいつもありがとう、ハートないわ。よいしょ。じゃあ次、ヒーロー、ヒーロー、おだいりさんこんばんは、今回のサインよろしくお願いいたします。届いたらいっぱい聞いてサイン大事に飾りますね、だってありがとう。いっぱい聞いて、いっぱいさあ、いっぱい聞いてサイン大事に飾ってね、ヒーロー。いやい、書いたよ、ね、早く届きますように、いつもありがとうヒーロー。いやい。続いてトール、エリナ様をして約1年になるけど毎日とにかく可愛いし面白くて幸せ、押せて幸せです。エリナ様って呼ぶのそろそろ変えようかな、だって。じゃあなんて呼んでくれるのかな、これから気になる。エリナ様ってエリナ様じゃなくて、じゃあ何に変えてくれるんですか。トール、ね、いつもトールはね、いつもねギターさできるから、いろんな曲のねタブ風作ってくれて、私にいつもさコード進行、コードギターのこれ楽譜欲しいって言ったらさ、いつも作ってくれるから、ありがとう。作ってなんかストーリーとかで言うとさ、できましたっていつも送ってくれるから本当にありがとう、これからもよろしくね、ありがとう。トール何て呼んでくれるのかな。次、ケイバ、ケイバ、ケイバ、お題の性格と笑顔が好きです。これからもいろいろなことに挑戦してください、いつもでも応援しています、ありがとう。嬉しい、ケイバって名前すごい気になる、なんで好きなのかな。でこれからもいろんなことね頑張るね、ありがとう。いつまでも応援してます、本当ですか、ありがとう、これからもよろしくね。あ、いる、対面とオンライン全部行くよ、よろしく、だって。嬉しい、よろしく話そうね、競馬さん、競馬について、なんで競馬なのか、ありがとう。次、イサム、選抜おめでとうございます。一番可愛いのはリタンちゃんです、これからも愛してます、ありがとう。そうなの、ありがとう。イサム、イサム、感謝感謝、ありがとう。イサム、これからも応援してね、イエイ、ありがとう。イサム、ありがとう、かわいいとか言ってくれてる、ありがとう。じゃあ次、ハルフ、
改めて選抜おめでとうございます。いつも感謝でいっぱいです。月末のコンサートも来月の対面お話し会も行きます。久しぶりにお話しできる機会が対面で、今からとても緊張してますが楽しみにしてます。どうしてもエリナちゃんが好きだーだって。ありがとう。え嬉しいな。いつも感謝でいっぱいに、全部、嬉しい、ありがとう。緊張してるの、ありがとう、ね、対面お話し会も、ね、コンサートも全部楽しみにしてるね、ハルク。ありがとう。どうしてもエリナちゃんが好きだなって。エリもどうしてもハルクが好きだ。ありがとう。じゃあ続いてモリリン。最近推し始めました。お代理の歌や MC が好きです。まだ行ったことはないけれどお話し会も行きます。ありがとう。最近推し始めてくれたん、嬉しい。歌や MC が好きだって。本当にありがとう。お話し会も待ってるね、モリリン。これからよろしくね。ありがとう、モリリン、モリリン。じゃあ続いて、あやな。エリナちゃん、もうすぐでお誕生日だね。エリナちゃんにとって素敵な一年になりますように。いつも可愛くて可愛くて可愛すぎるエリナちゃんにてたくさんもらってます。ありがとう。おだりなちゃんが大好きだって書いてある。ありがとう、あやなちゃん。よかった。いつもね、なんか可愛いとかって言ってくれて本当に優しい、あやなちゃん。ね、会いに、サインやった、エリナちゃんありがとう、だってやばい。ありがとう、おーって叫んでる。ありがとうね、本当にエリナちゃん。いつも今日も可愛すぎてますだって。おー嬉しい、ありがとう。これからもよろしくね、エリナちゃん、大事にしてね。じゃあ続いて、タリタリ。1日早いけど誕生日おめでとう。5月には現地でお話し会も始まるので、お隣ちゃんにやるのを楽しみにしています。久しぶりで緊張するだって。嘘、久しぶりな感じしないよ。なんでだろうね。昔からいるからかな。ありがとう。ぜひぜひ5月対面でよろしく。昨日のドレスもお綺麗でした。ありがとうね。あれね、めっちゃ可愛いよね、あのドレス。ネットでね、いいなと思ってそれにしたんだよ。ありがとう、タニタニ。これからもよろしくね。イエイ、大人エビちゃん。そうだ、大人だ。イエイ。続いてブケニャン。ブケニャン、ちょっと早いけど誕生日おめでとう。演劇もいいけど今年はホールでその子も期待してます。って本当にありがとう。どこのホールがいいかな。なんだろう、はい、演劇もいいけどって、演劇もいいけどって、絶対そんなんじゃない絶対 ね早くね。でも本当にソロライブとかね、早くしたいなと思ってるので、ぜひ楽しみにしてください。ブケニャン、ありがとう。横張りでだって、馬だんわ。続いてハッセ。いよいよ1週間後はチームメイトラストコンサートですね。とても寂しい日で、今まで一番のコンサートにしようだって。ありがとう、ハッセ。ね、毎日ね、ライブコンサートのリハしてるからあれだよね。なんかもうすぐだなって実感湧いてきたし、ね、昼公演がまだ当日券あるっぽいから、ぜひこれを見ている皆さんの中でぜひ会えたらよろしくお願いします。待ってる。昼公演でも私結構出番あるので、当日券でも待ってます。ありがとう、ハッセイもありがとうね。コンサート楽しもうね。ありがとう。じゃあ続いて YSN のさん。エリちゃん選抜おめでとう。新曲が素敵だし、エリちゃんめっちゃ敬意をするし、新曲エモすぎて大好きだし、本当に良かった。誕生日おめでとう。エリちゃんの今後の活躍もめっちゃ楽しみです。ありがとう、綾瀬奈々さん。本当いつもね、コメントとかさ、あ、コメントとかもね、いつもね、なんかいつもありがとう、本当に綾瀬奈々さんね、ラブラブラブ、ありがとう。一日早くの誕生日ありがとう、ね、たくさんこれからも一緒に楽しんでいこうね。ありがとう。イエイ。ゴールデンウィーク現在15位。また知らぬ間に競わされてるわ、ショールームある。次東京1068だって。え、渋名前。東京
標。0、6、8。渋名前。しかもコメントないし。誰？こっからどんな人か読み取るのむず。コメントないし。東京1068。何？何の暗号？誰？東京1068。ありがとう。見てる？見てるかな？誰？どんな人？何？東京に住んでんのかな？1068。すごい。でも楽しみにしててね。ありがとう。後でググりたい。東京1068覚えとこう。はい、じゃあ続いて、ムラッペ。AKB を好きになってエリちゃんのファンになって私が聴く音楽の幅も確実に広がったし毎日楽しく過ごせてることが本当に嬉しい。エリちゃんありがとう。これからもたくさん会いに行きます。ありがとうムラッペ。ムラッペありがとう、ね、本当に、ね、音楽の幅も確実に広がったってことは私が好きな曲とかもたくさん聴いてくれてるってことなのかな。ありがとう、ね、またムラッペの、ね、おすすめの曲とかも教えてね。ありがとう。これからも毎日楽しく過ごしていこう。あ、ピアリーナとお話か行くね。だって待ってるね。ありがとうムラッペ。イエーイ。じゃあ続いてマコピー。マコピー、いつも笑顔と幸せありがとう。今回のシングルはもちろん今後のさらなる活躍に期待しています。だからありがとうね。頑張るね。どうしても君が好きだ。もっとたくさんの人にしてもらえるように選抜メンバーとして頑張りたいと思います。ありがとうマコピー、いつもありがとうね。ありがとうエリちゃん、リアル僕の太陽でした。ありがとう、そんなこと言ってくれてありがとう本当に。続いてミンちゃん。ミンちゃん、エリちゃん選抜おめでとう。本当にエリちゃんの歌声大好きすぎるからこれからもいっぱい歌ってください。いつかエリちゃんのソロライブ行きたいです。大好きです。だってありがとう、嬉しい。ソロライブも計画中なので待っててください。エリちゃんの歌声大好きすぎる、嬉しい。ありがとう、ソロライブ待ってるね。当ててきてね。みんちゃんありがとう。あ、エリちゃんありがとうだって、嬉しい。初見マークありがとう。登録してくれたの、初見マーク。それが嬉しい。初めてコメントしてくれてありがとう。みんちゃん、続いてゆうなちゃん。3作連続選抜おめでとう。エリちゃんのパフォーマンスとショールームが本当に大好きです。いつも笑顔と幸せありがとう。初サイン大切にするね。エリちゃん大好きラブだって、ありがとう。本当に嬉しいな。初サインだって、ぜひ大事にしてください。すごい、ショールームが大好きって言ってくれてる。今も見てるかな、ね、本当にね、いつも見てくれて楽しんでくれてありがとう。サインありがとう。エミナちゃん大好きだって、すごい。ハートの色が私のサイリウムカラーだ。ありがとうね、ユナちゃん。次、ミリちゃん。ミリ、エリちゃんいつも応援してます。改めて先発おめでとう。ちょっと友達に新曲聴いて、私の詩可愛いでしょって自慢してるよ。エリちゃんは永遠に私の憧れです。エリちゃんの自慢全部が昔も今もこれからもずっと大好きだよ。おめでとうだって、ありがとう。ミリちゃんそんなこと言ってくれて、ね、いつもね私のことすごいいろんな人に教えてくれてて優しい。ミリちゃん本当にありがとう。これからもずっと大好きでいてね。ミリちゃん大好き、ありがとう。対面もオンラインも行くよ。久しぶりに話せるの楽しみにしてるだって。ね、久しぶりだよね。楽しもうね、のっちゃん。じゃあ続いて、続いて、アンドローラ。昔の握手会でお題は大器晩成だから25歳で頭角を現すと伝えたら嫌そうな顔してたけど予言が当たって嬉しい。26歳も頑張ってください。数時間早いけどお誕生日おめでとう。ありがとう。アンドローラ、アンドローラはねめっちゃおもろいよ。あのね、アンドローラってね、私が金髪にした時ねすごいねめっちゃ綺麗って、なんかそう、アンドローラすごい、私が金髪にした時すっごい綺麗って、そう
金髪がめっちゃ嫌だったみたいで、髪の色戻したらすっごい機嫌良くなってめっちゃおもろかった。そうありがとう。確かに25歳になってから先発とかに入れるようになって、そうアンドローラの言う通りだねってね、ちょっとまあ言っとくね。そうありがとうアンドローラ、ありがとう。でも本当感謝してるよ。いつも1枚しかないからさ、いっぱい喋りたいのにさ全然喋れない。いっぱい来てくれたら嬉しいな、話し会。じゃあ続いてようこ、シングル選抜1日早いけどお誕生日おめでとうございます。いつも元気で楽しみをくれてありがとうございます。エリナちゃんを応援することができて嬉しい日です。これからもエリちゃんがキラキラできる場所が増えるように楽しく応援していきます。ありがとうゆうこちゃん、ゆうこちゃんありがとう。すいません待って、ありがとうゆうこちゃん、ありがとう。こんなさ思っててくれるなんてめっちゃ嬉しいよ。楽しく応援してね、これからも私も楽しく活動できるように頑張るね。ありがとうゆうこちゃん。はい、アンドローラすいません。いや違うの、面白かったの。そうアンドローラこれからも待ってるね、ラブアンドローラ。続いてりんちゃん、少し早いですがお誕生日おめでとう、これからも応援してます。ありがとうりんちゃん、よいしょ、これからも応援してねりんちゃんね、ありがとうね。明日誕生日だよ、やばいよね。ウケる、ありがとうりんちゃん、ラブラブ。続いてマー君、マー君超絶可愛い美人さんでいつも癒されています、これからも応援しております。頑張ってください。だって。頑張る。癒されんの？これに？ありがとう、マー君。じゃあこれからも癒すからよろしくね。ありがとう。次。メイちゃん。今日バイトで見れないって言ってた。メッセージが来てた。エリナちゃん、今作の選抜おめでとうございます。リプロス期間で桜じゃないと分かってもらえた気がします。お話し会も行くので舞台の感想とか絵をたくさん伝えに行きます、大好きって。そうメイちゃんってそうリップグロスの時にそうえって桜んでこんなファン私にいたみたいな感じで、桜でしょって言ったら本当にいたファンです。はい、ありがとう。でも本当に桜じゃないって分かったから、そうこれからもねたくさん好きで行ってもらえるように私も頑張るので、メイちゃんよろしくね。ありがとうメイちゃん、バイト頑張って。次めぐみ、めぐみ、めぐみ、めいちゃん改めて選抜、そして1日早いけどお誕生日おめでとう。好きになってまだまだだけど25歳のゆうちゃんに出会えて好きになってほんとよかったです。26歳の可愛いかゆうちゃんもいちいち大好き、ありがとう。嬉しいめぐみ、本当にね可愛い。好きになってまだまだだけどだって全然そんなことない、ありがとうめぐみ。本当にお話し会とかでもねいっぱい喋ってくれて、ね、一生懸命喋ってくれてめっちゃ可愛いよ。これからもよろしくねめぐみ。じゃあ続いてピロ、ピロ毎日お疲れ様です。最近はお話しできる機会はなく絶望の日々を過ごしています。前にエリちゃんに言われた言葉で背中を触れ仕事頑張れた回のことがありました。今度感謝を伝えられると思います。エリちゃんが生きる活力です。いつもありがとうね。だってありがとう、そんなこと言ってくれて。でもさピロはさ本当に一生懸命お仕事頑張ってるからさ、私も一生懸命頑張るね。そうありがとう本当に。でも無理しすぎないように、たまにはまあエペックスして、たまにじゃないか、まあ、毎日してるか、そうエペックスとかしてね、まあ今いろいろ楽しんでいこうねピロ、ありがとう本当に。おだぐり、ありがとう。じゃあ次いちごちゃん、こんばんはいちごちゃんです。エリーちゃんの長い髪大好きです。久しぶりに会いたかった。5月からのオンラインで毎日会いますね。だってあなたの彼女いちごちゃんねえ、おもろいんだよ。もう声がさ浮かんでくる。あなたの彼女いちごちゃん、そう私彼氏みたいです。あの彼氏なんだよね。そうありがとういちごちゃん、本当にオンラインお話し会でもいつもねなんか楽しませてくれてありがとうね。これからもよろしくねいちごちゃん、大好きだよ、ありがとう。じゃあ続いてハギハギ、今回2枚入れた、はいありがとうございます。お話し会またよろしくです。だってやばい、クールクールだな。ハギハギありがとう。
2枚描くぜ。どうしよう、でもさっきも描いた。じゃあ3個アート描いておこうか。はい、どうぞ。はい、ありがとう、いっぱい買ってくれてこれからもよろしくね、ハギハギ。大事にしてね、これ部屋に飾ってね。ありがとう、ハギハギ、いつもありがとう。イエイ、この前来てたね、公園、うん、続いて、みさき。みさき、遅くなりましたが、舞台お疲れ様。エリナちゃんの歌、やっぱり心地よくて本当に素敵でした。見に来てよかった。またお話し会直接感想を伝えに行くね。ありがとう、本当に。全然、舞台お疲れ様でしたとか、ありがとう、ありがとう、見に行けてよかったって言ってくれて、ありがとう。残業でちょっと前に来れた、ありがとう。2分もあるのでよろしくね。だって2枚目の方かなって。そう、さっき1枚目書いたよ、これ2枚目ありがとうね、みさきちゃん、残業お疲れ様。絶対残業代もらってね。ありがとうね、みさきちゃん、いつも。じゃあこれ送ります、ありがとう。続いて、タークンダーです。先日舞台明日のプロデュースたちを見てきました。久しぶりにお題のハスキーで力強く清潔清涼感のある歌声が聞けてとても良かったです。一日早いですが、お誕生日おめでとうの、ありがとう、タークンダー、ありがとう、舞台見に来てくれて、ありがとう。一日早いですが、誕生日おめでとう、祝ってくれてありがとう。明日も祝ってね、よろしく、タークンダーありがとう。じゃあ続いて、ほのかちゃん、はじめましてだって。お、はじめまして、お悩みと誕生日が1日違いで、本日22歳誕生日を迎えました。おめでとう、ほのかちゃん。新メイトは一番最初の歌唱で知り、そこから大好きになりました。私にとって必要不可欠なチームが休止してしまうので本当に寂しいけど、ずっと応援してます。ありがとう、ほのかちゃん、お誕生日おめでとう。22歳、え、嬉しい。1日違いなんだね。4月生まれ、おうし座、これからも楽しもうね。本当におめでとう。ということで、次、しまちゃん。明日卒めっちゃ良かったよ。何年経っても輝いているお代理の姿を見ていると本当に嬉しくなるし、何年経ってもお代理が自分にとって心の居場所、帰るところだと思ったよ。これからも素敵な景色見せるの、ありがとう。しまちゃん、しまちゃんのおかげでさ、今の私があると言っても過言ではないので、ね、たまにでもちょっと顔見せてくれたら嬉しいなって思います。よろしくね、しまちゃん、これからもよろしくね、帰ってこーいありがとう。じゃあ続いて、ジミニジミー、恥ずかしい、ジミニジミー、ジミニジミー、お母さん、お誕生日おめでとう。だって、お、すごい、ありがとう、ありがとう。お誕生日明日だけど、明日も祝ってね、ジミー。ちゃんと読んで、心の中で読んでくださいって書いてあった。ありがとう、よろしくね、これからもよろしく。次、西田智和。西田智和、コメントない。西田智和、本当にありがとう、マジで。これからもよろしく頼むね、ありがとう、西田智和。じゃあ続いて、エリカ、あ、やべえ、一文字違い、私とエリカ。エリちゃんのインスタストーリー好きです。写真、あれね、Q&A の写真と答え面白いよね。今もやってるから、ぜひ待ってるよ、エリカ。エリカからのコメント待っとるが。ありがとう。よろしくね、エリカ。最高やな。ありがとう。神対応、エリちゃん最高だって。ありがとう。次、ナワちゃん。神奈川県民の歌姫。超絶可愛い。エリナ様応援してます。ありがとう、姫。あ、エリナ姫応援してます。やべえ。姫なんか。ありがとう、なわちゃん。なわちゃん、神奈川県民ってことかな。ありがとう、なわちゃん。これからもよろしくね。歌い続けるよー。イェーイ。次、くるりん。3回目のリニスタサイン、嬉しい。ありがとう、エリナちゃん推しになってから、エリナちゃんもエリちゃんファンも楽しくて、ファンも優しくて、楽しくて、あざけたばかりで幸せな日々を送れています。出会いに感謝。エリナちゃん、素敵な毎日ありがとうだって。いやいや、ありがとう、こちらこそ。ね、髪の毛の色変わっててめっちゃ可愛かったよ。似合ってました、くるりん。これからもよろしくね。ありがとう、いつもありがとう、くるりん、ラブ。続いて、めぐみ。5月に結婚します。もう素敵。やば、
結婚式呼んでください絶対マジで本当にえおめでとう結婚式とめぐみえいいな結婚式そう昨日結婚式行ったからさ行ったばっかだからさ本当になんか嬉しいよ幸せになってねありがとう次西野圭吾西野元25歳 AKB オート12年目ですが今まで一番好きなおでんちゃんです大体大好きおでんちゃんこれからも応援していますだっていやもう本当にありがとう12年目なんだ長いねありがとうおでんちゃんって呼んでくれてめっちゃ嬉しいよ本当にありがとうね西野圭吾これからもよろしくねこれからもおでんちゃんって呼んでねじゃあ続いてみつきみつきいつも大好きなえりちゃんへ幸せいっぱいもらってますありがとうお会いするたびに可愛くて溶けそうになっちゃう完全にえりちゃんのおかげさまで1年生乗り越えました2年生も頑張るすごい好きですもう本当いつもね愛してくれてありがとうみつきちゃんなんかこの前の公演の時も私に対しての眼差しがすごく熱くてめっちゃねあみつきちゃんだなって思ったよこれからもよろしくねラブじゃあ続いてこれはこれなんて読むの海外の方 SINE シこれなんて読んでるんだろうエリナさん Please come to Bangkok again We love you だってお、バンコクに来てよってまた来てよってことか私たちはあなたを愛しているおやばい嬉しいありがとうエリナさんありがとうシュンありがとうこれからもよろしくねえやばいこれサインないやんこっからサインが消えちゃったありがとう楽しみにしてるバンコクまた行きたい待ってるねありがとうはいじゃあ続いて第一いい名前さよならモーリーさんを見ておだいりちゃんのことが気になりシングル初のお話しかけてミスタえ、申し訳ました。え、嬉しい。AKB 知識がまだほとんどない自分ですがお話しできるの楽しみにしてましたって歌声が最高すぎて好きになりましたえ、嬉しい。ありがとう。第一 AKB 知識まだないんだじゃあ私が教えてあげるからいっぱい来てねお話し会いつもありがとういつもえ、これからもよろしくねありがとう第一嬉しいなノリティ少し早いけど誕生日おめでとうだってありがとうえノリピーありがとう本当にえノリピーってさ私が勝手に呼んでるからそうやってやってくれたんかなえノリピーありがとうノリピーマンモスレピーよありがとうこれからもよろしくね明日もお誕生日祝ってねありがとう続いてケントありがとう。よいしょ。ヤッホー。ヤッホーマンさんか。ちょっとヤッホー。ヤッホーマンさんか。びっくりした。こんばんはだって。髪の毛。髪型が綺麗なお姉さんでよかったこの前の公演だってえりつもえちゃんは笑かしに来るのに見惚れてました活動してほしいからだ最初気をつけてねありがとうこれからもよろしくねケントありがとうめっちゃ面白いありがとうケントこれからもよろしく次シンゴやっとモーリスさんの実況サイン届いたありがとうエリーをどうしてもエリーが好きだ最近サイン届いた時のテンションと勢いのみで書きました2部は真面目に書きましたっておありがとう2部も書くの楽しみにしてるねモーリスさんのサインやっと届いただってやばいっぱい待っててくれてありがとう待たせてすんまへんということでじゃあまた2部でもね書くのでおピアーリお話か行くよだってぜひ楽しもうねありがとう続いてアッコちゃんこうやって書いてアコって読むんだあ、いたいた、トロトロさんアコメントミルクが出てたあ、そうなのありがとう、トロトロさんアコちゃん、は
初めましてだって、え、嬉しい、少し早いですが誕生日おめでとう。実は最近駅で見かけてその時可愛すぎて推しになりました。いつも内心ってたくさん元気もらってます。これからも体調には気をつけて頑張ってね。駅で見かけた、おもろいねえ、嬉しい、駅で見かけた時に可愛すぎて推しになったっておもろすぎ、よかった、可愛くて、可愛くてじゃなくてその時チャットしててよかった、ありがとう、あこちゃんウケる、ありがとう。次、最後です。ニカ、ニカよいしょ、ニカ、エリちゃんの歌が声が好き、コンサート行きます、楽しみです。舞台の DVD も申し込みました。桜色早く聞きたいです。これからも早く応援しています。ありがとう、ニカ、歌が声が好きだって、いつもありがとう。 DVD も申し込んでくれてありがとう。桜色、今度会った時じゃ歌ってあげるね。ありがとう、ミカ、じゃ大事にしてね、イエーイ。え、時間ぴったりだってきた、え、やった、イエーイ。時間ぴったりね、今日はね、絶対時間ぴったりに帰ります。家に帰ったらお母さんがケーキ待って、まあ、ケーキ買ってね、待っててくれてるから、明日はね、お仕事がね、長いので、そう、明日家族でケーキ食べれないので、今日ケーキ食べたいから、そう、お母さんが待ってるので絶対に時間通りに帰る。はい、ということで本当にリミスターありがとう。終わった、終わったよ。ということでね、次は2部かな、ということで1部はもうこれで終わりになるので、ぜひ皆さん本当に長い間配信見てくれた方本当にありがとうございます。2部は8時から20時からなので、ぜひまた買ったよって方はぜひ見に来てくださったら嬉しいです。ということで、じゃあまた2部でお会いしましょう。ありがとう、バイバーイ、バイ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 。